ノアコイン、フィリピングローバルコイン、ウィズコイン、プラストークンの救済計画が発表されました。こんにちは、アンゴロです。ノアコインはフィリピンの貧困問題と海外労働者の送金手数料を改善するプロジェクトです。フィリピングローバルコインもフィリピンの貧困問題と海外労働者の送金手数料を改善するプロジェクトです。フィリピン大統領の弟が代表を務めていましたが、辞任してプロジェクトが無期限停止になりました。ウィズコインはフィリピンの三大カジノで使われるはずだったけど、嘘がバレて無価値になったコインです。この3つのコインの ICO 価格からの下落率はこうなっています。ドン。ノアコイン97.4%ダウン。フィリピングローバルコイン99.9%ダウン。ウィズコイン100%ダウン。このように非常に厳しい状況が続いています。そして被害者を救済するプロジェクトが立ち上がりました。これです。ドン。ノアコイン、ウィズコイン、フィリピングローバルコインを救済します。ミックスコイン。さらにこのコインも救います。ドン。プラストークンを救済します。ミックスコイン。プラストークンは月利10%で資産が増える高配当ウォレットで、6月末に出金が停止し、多くの被害者を生み出しました。そして4つのコインの被害者を救うのに使われるコインがミックスコインです。救済を案内するのはミックスコインジャパンという日本の組織です。ミックスコインとはですね、アジアのエンターテインメント業界に普及させるフィリピン発祥のコインです。オンラインゲーム、カジノ、ホテル、ショッピングモールなどのエンターテインメント業界全体で使われるコインです。さらに海外出稼ぎ労働者の送金にも使われるようになります。ノアコインのライバル再び。ミックスコインのトークン情報を見てみましょう。トークン名はミックスコイン。シンボルは MIKS。総発行枚数は50億枚。イーサリアムベースのトークンです。トークン自体は1年前から存在しています。ミックスコインを使った救済方法はこれです。ドン。本来の価格の4分の1の2.5円で購入可能。公式価格が1枚10円のところを、被害者には特別価格の2.5円で売ってくれるということですね。ただし、この条件があります。ドン。ノアコイン、ウィズコイン、フィリピングローバルコインのどのコインでも良いので送っていただきます。そのコインの枚数かける2.5した数字を購入することができます。送るってやだわ。例えばノアコイン1万枚を送ったら、2万5000枚のミックスコインを2.5円で購入できるようになります。救済方法をまとめると、ノアコイン、ウィズコイン、フィリピングローバルコイン、プラストークンのいずれかを保有している被害者に、これから上場するミックスコインを2.5円の特別価格で提供するのが救済計画です。被害者じゃないけどミックスコインを買う人はウィズコインを調達した方がいいです。これはウィズコインの現在の板です。買い注文はゼロで、最低価格の1サトシで約5億枚の売り注文が出ています。なので、ミックスコインが欲しかったらウィズコインを1サトシで買うのがコストが一番低くなります。しかし、この救済には気をつけるべき点があります。それは、公式価格がミックスコインの価値を表しているわけではないので、公式価格の4分の1だからといって利益が出るとは限らないことです。過去の ICO を参考にすると、上場直後に値がつかなくて99%以上暴落する可能性がないわけではありません。そうなると、たとえ公式価格の4分の1で購入しても大損です。次にミックスコインの信用性について確認します。ミックスコインジャパンはこのように説明しています。と、
正式な主任ライセンスを取得した仮想通貨取引所ハーセックが打ち出す仮想通貨、それがミックスコイン。ミックスコインはフィリピンの経済特区のセザーから取引所ライセンスを取得してハーセックという取引所を設立しました。ライセンス付与一覧ドン。ハーセックが一覧に載っているので、セザーがハーセックという会社に取引所ライセンスを付与したのは事実のようです。そしてハーセックにミックスコインを上場して、取引所の利益の 1% から 3% をミックスコインの保有者に還元することでコインの価格が上がるそうです。これは取引所のトップページです。インフォメーションの欄に2019年3月28日セザーとのシステム連携のためにメンテナンスを実施と記載されていて、取引所を使うことはできません。今は8月。いつまでメンテやってんねん。このプロジェクトに救済してもらおうと思っている人は、ただでコインが配られるのではなく、新しい ICO を買うことになるのを十分意識する必要があります。万が一コインが配られなかったり暴落したら損失が拡大することになるので、ミックスコインジャパンとミックスコインが信用できるかをよく調べてから購入を検討することをお勧めします。投資先は慎重に選びましょう。以上、ミックスコインを使った救済計画についてでした。昨日からコインチェック上場コイン当て大会を開始しました。的中者1名に1万円分のビットコインをプレゼントします。アンゴローサイトの会員の方は情報上のリンクから投票できます。現在はカルダノエイダが投票数トップです。また次回お会いしましょう。